はい、どうも、えー、組んでみたレビューです。タミヤの 34GTR のニスモ Z チューンですね。えー、以前ですね、あのー、V スペ2でしたっけえー、の、切って、あ、組んでみたレビューはやってたんですが、えー、この Z チューンの方はやってませんでしたので、まあ、ちょっと箱がね、こんな状態の中古品だったので、もうちょっと組み立てをしました。えーっとー、よいしょ。今回は、こんな感じですね。 えー、ボディカラーはですね、えー、っと、ガイアのプリズム、えー、プリズム、ブルーバイオレット <laughs> ですね。で、えー、っと、このボンネットのところはですね、もうその、あえてカーボンパターンとかは書かずに、えー、っと、シルバー、EX シルバーの上から、えー、黒鉄色をだいぶ薄くして何回もこう塗り重ねてっていう感じで、まあカーボンイメージでやってます。あのー 某大物超有名芸能人の方があの3、4GTR 持ってて、で、それでサーキット走行とかも楽しんでるっていうのはね、まあ、一時期ツイッターの方で、 だいぶ話題になったりとかしてましたけども、それを見てね、ああ、この仕様かっこいいな、<laughs> っていう、まあその、まああの人のベイサイドブルーだったと思うんですけど、まあそのベイサイドブルーとかってことはとりあえず置いといて、ちょっと塗ってみようということで、えー、やってみました。で、車高だけで、車高はですね、あのー、取り付け位置のところをね、切り落として、ブレーキの接着位置、ブレーキ部位の接着位置をこうずらして、えー、多分2ミリぐらいかな、車高は落としてます。 でまああのー、基本的には車、まあ、シ,シとか内装に関しましてはあのーね、ノーマルの方と一緒なので割愛しますけどボディに関してなんですけども、あのー、バンパーだけが別体成形になっててあとは、まあ、あとリアウィングです、ね、はべった成形なんですけどあとはすべて一体成形という形になってますなのでこの辺は、ね、マスキングして塗り分けてとていう感じにしています。 あの、フロントバンパーの、確かノーマルの時もそうだったと思うんですけど、フロントバンパーのここのところにね、ちょっと処理しづらい位置にゲートがあったりとか、あとボ,ボンネットのところにもね、処理しづらいところにあったりとかするんですが、まあそれ以外はまあタミヤならではというか、まあ特に気にすることなく、えー、どん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 組むことができました。で、えっと、まあ、あとは、あ、そっか、ディフューザーがつかなかった。 ディフューザーをつけず、ディフューザーっていうかアンダーパネルをつけずに、こういうね、あの、多分これデフオイルクーラーだと思うんですけど、取り付けたり。で、多分これもフロントのパネルも、あの、ここのね、スポイラーの形状とか、あとはバンパーの幅も多分広がってると思う。広がってないのかなちょっとわかんないですけど、えー、そういうこともあったりするから、まあ、つけないのかなっていう感じになってますけども、えー、まあ、いつものタミヤの感じ。 っていう感じで組むことができます。でも、あのー、青島の、えっと、モデルカーで出たね、Z チューンの方はまだちょっと組んでないので、ちょっとなんとも言えないですけど、まあ、あのー、デフォルメの好き好きとかね、その辺とかが、まあ、また出てくると思いますので、うん、青島の3、4R はまだ組んでみたレビューやってないですよね。多分 まあまたね、その機会もあれば、えぇ、ー、やろうかなと思ってますが、まあ3、4R ばっかり続いてもなってことも思いますんでね。まあまた <laughs>、作るとしても、えー、ちょっと間を空けてっていう感じになるかなと思います。あのー、この Z チューン組みますと、えっ、ー、と、余剰部品で、あの3、4R のね、純正ホイールがね、余ります。まあピンタイプですけども。 うん、そういうこともあったりしますし、まあ、あとはどの仕様が好みかっていう問題になってきますんで、えー、その辺はね、皆さんの好き好きに合わせてやってみるといいかなと思います。こういうね、あの、このフェンダーの、まあ、これも実写の方がね、こういう、この多分空気抜きになってると思うんですけど、形状になってたりして、ここが、えー、ね、デカール再現っていうふうになってるんですけど、まあ、こういうと、このデカール、その、 抜いてるところ、そのデカールになってますけども、ちょっとそこだけね、ギリギリでこう切ってあげたりする必要あるかなと思うんですけども、まあこんな感じで組むことができます。で、今回もやらかしちゃったんですけども、前回も一回ね、これ実は Z チューン組んだの、タミヤの Z チューン組んだの2回目なんですけど、その時もね、このね、リアスポイラーの、リアウィングのこのカーボンフラップのところ、まあうまいこと貼れなくてね、うまいこと貼れないの丸分かりになっちゃってますけど、 ここはね、いつもね、うまく貼れないんですよね。なんで、なんとか克服したいなと思いつつも、えー、今回もこんな感じになっちゃってね。はあ、ここも塗装した方がいいんですかね。ってことも思いますが、今回はこんな感じで組んでみました。ご視聴いただきありがとうございました。